ください。キング牛丼。はい。
ちゃ。最初から頼んどけばよかった。熱すぎてやけどしたんだけど。なんか鶏そぼろ丼がめっちゃ好きなんですよ。鶏そぼろ丼食べようかどうかもう悩んだわ。マンゴースムージーとハンバーガーください。おしゃべり。はい、はい、ありがとうございます。照り焼きとかもさ、美味しいけど、
くこいつ。見事に合わん。マンゴーとのバック見事に合わん。うまいかな。帰ってきました。はい、お風呂入ってさっぱりしました。乾杯しよう。うん、まっ。じゃじゃーん、うやー、2パックで1000円。ファイマー行ったら歴史を刻め、あのね、近くに夏次郎っていう次郎屋さんがあるんですけど、ちょっとそこね、まだ今空いてないんで、食べに行こうかなと思ったんですけど、ちょっと閉まってたんで、これをレンジで豚ラーメンしようと思います。で、これトッピングでマシマシしようと思います。まずステーキ焼こう。よいしょ、できた。はい、ステーキ2枚。うまそう、マジでうまそう。肉と米やばいよな。肉と米。はい、じゃあではいただきます。うん、うまっ。 あ、うまい。うまい。
うまっ。ラーメン荘を歴史を刻め監修豚骨醤油ラーメン背脂入り、これね、ファイマー行ったらたまたまあったんですよ。ほんま食べる気じゃなかったんですけど、しかもラスト1個、これ1個しかなかったけん、買うしかねえと思って。え、レンチでやるよ、これ。500ワット7分もやるの。しばしお待ちを。先やっとけよかった。最近これハマってる、シャトレーゼのミニソフトクリーム。まっ。あの歴史を刻めって大阪のやつで、多分大阪の二郎のやつですよね、がファイマにあったんで、しかも1個しかなかったけんレアなんかなと思って、パッともうノリで、もう買うつもりなかったけど買ってしまったよな、悪い癖で。止まらないこの味。シャトレーゼのやつ美味しいよな。最高。もうな、お酒なくても無理に買えるよ。コーラで一生お酒がねえんだな、一生コーラ飲みたい。お、ちょっと待って、やばいことになった、やばいことになった、ちょっと待って、やばいことになってる、これ。わ、すげえすげえ、結構すげえよこれ。いただきます、いただきます。もっそ、あ、うまい。麺いただきます。うん、麺はちょっと伸びたかな、麺はなんかちょっと伸びてるけど、うまっ。驚異の1036キロカロリー、炭水化物100、脂質55、タンパク質35、塩分相当量8.5。 むちゃくちゃだな。うまい。うまっ。豚肉、うん、思ったよりうまいな。まあ二郎系自体僕関内と越谷しか食べたことないですけど、そんなに歴史を刻みは行ったことない。
でもコンビニでこれが食べれるんだな、余裕でいいだろうな。美味しい美味しい。うん、値段もね700円なんで、普通にラーメン屋行った方が安いですけど、どうしても二郎が食べたいっていうのがいいかもしれんの。ああ。あっち、これレンチンしすぎた。ちょっと、うん、卵をつけたけんと美味しいわけじゃないけど、熱いけん冷やせる。うまい。うん、熱々。うん、まあ実際その歴史を刻めは行ったことないけど分からんけど、まあ美味しいよ。1000キロカロリーだけん、1日これ1個で生きていける。うん、ちょっと麺取っとこうか。なんか汁をさ吸ってふにゃふにゃになってきてる麺が。うん、ああ、ちゃんと背脂も入ってますね。なんでこれ二郎の麺って熱いんだろうな。腰がやで食べた時にめっちゃ熱かった。あっち、あーすごいなこれ油が。さすがにこれやめとこ。ごちそうさまでした。うまかった。
さすがに腹いっぱい。今日はさすがにあの好きやと、これはもう死ぬ。休憩するわ。はい、晩ご飯ポテトサラダと鶏の手羽元にと味噌汁。美味しい。ふーちゃん、そんなに？うん、おいしい。ない食えるんだな、マヨネーズは。でも食べな。いっぱい。じゃあ、また食べる。うん。じゃあ、無理じゃん。あなたは。